バッテリーねえべよ、カメラのっていうのも見るんですよ。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。バッテリーねえべよ、カメラのっていうのも部分で済んでる。ここは記事でしょ。ここやね。ここはじゃあこういうとこ、こういうとこかな、こういうとこ。ここウッドにするって言ったんじゃない。あれな、ほら、後ろのやつや。パネル。あのバラのやつ。ここで一緒に、ほら。これ、いいでしょ。何回言うの？だから。ここは何もない。ここは、まあ。これはこれもまあ、なんとかなるけど。おい。あの、これも変わったのか。助かったやと。それ私意見言ってない。それでも帰った。それでも帰った。これ何も意見言ってない。こことかほら。ここね。ここは帰れる？ここもこの色にしてかなとか。私意見言ってない。ここは意見とかじゃね。写真撮ろうかな。出来たてほやほやのアイス。これこれだった。そう、ああいう白いところとか。じゃあこれ撮っていい。こういうとこや。天井は生地にするとしても、天井生地とかでしょ？こちらですね。こういうとこよ。これどこ？ここも生地だけど。思ったよりもその銀ギラ銀の範囲が大きい。銀ギラ銀はだから生地あるでしょ。だからそんなに生地の部分がいっぱいあったら、どないする？気にする。どないすんねん。木でもいい。まあ、またれよ。まあ、どう？それはバラか、バラにするのか。バラにする？嫌です。死んでも嫌です。そうなるってね。そこはウッドだね。ウッドだね。ここはウッドだね。ウッドだべな。やべ。こういうきちんとシップはまあ最後でいいけど、ナビも金の前にしよう。ここは銀色じゃないんだ。ここにほらギャルつくから。ギャル、この水回り、だから
ここ隠れるからいいやと思って。なるほど。全然やらなかった感じなの。天井を派手にしちゃうとかガッチャガチャにしちゃう。まあ、まずじゃあ一番最初は一番最初にやってほしいのは冬中に内装をやりたいから内装を決めてほしい。内装ここら辺どうするのかとか。内装って全部だ。全部内装で春になったらこう外装を仕上げていくから、なんで内装を冬中に仕上げたいの。うん、冬っていつまで。3月いっぱい。でもまあもう 今もう決めてほしいのは内装のね、この色をこことかも塗るのか。これもシートカバーなんかは買うだけだから、別にこの辺のこの柄を基準に決めたいわけよ。あ、ここのね。そう、そうするとこうどういう布だったら貼れるのかとかさ。布は何でもいい。何でも貼れる。うん、まあ本当は何でも何でもない。ダメだ。車検の時車検。何？このポロ切りはダメですよね。燃えやすいので。うん、そう、不燃材料じゃないだから、まあその辺は気にしない。前に言えば FRP が出ちゃうからとかやっちゃうから、あれにしちゃうから FRP こういうとこ残すのかとか。残しませんよちょっと焦げて美味しそうみたいな。デージっぽく焦げたところも。黒に塗ってやるか。そういうとこ銀色でもいいなと思ってみるんですよ。ここ、ここ、そういうとこちょっとメタルにしてもいい。メッキ買ってる。まだまだいろいろ悩んでるみたいなんだよね。だからまず違ったことをやっていこう。まずね、任せられたのはウーハーつけたいんだって。でやっぱり音楽、やっぱアーティストだから作曲とかやっぱ音楽が必要だってこと。音楽とかスピーカー関係は任せられました。でスピーカーいいのがあって、天井につくスピーカー、何用か分かんないけど、前ねウップガレージで500円で買ったんだけど、これね 300C の純正新品スピーカーをつけた加工したのがあるんだけど、これをつけようと思って。でまあこの辺汚いからどうしようか、こう生地かなんか貼ろうかなと思って、そして綺麗にして貼ればいいんじゃないと思ってさ。これもないんだけど、どこ行った？こういうのとか、だからこういう関係ちょっとやっていこうかな、先に。うん、ねえわ。あとウーハーとかさ、うん、どっかにあるんだよ。うん、コンパクト一体型、一体のやつのウーハーがね、コンパクトでいいし。これはな、まず透明、これを仕上げよう。こういったもののね、なんかこう先にだからナビをつけるだとか。そういったことは先にやっていこうかなと思って。でまあ多分これを生地貼るって言ったって多分ね、何色にするとか多分注文はあるんだろうからきっちりまずこれを仕上げてだな。ってことでね、女子の意見を 100% 聞いて、かっこツッシーの意見ですけどね、まだまだやっぱ内装をやっぱりちょっとずつどっかを変えていっていかないと
決めれないからやっぱりどうしてもそういう風な感じになるよね、うん、だからまあ一旦こういう風な例えばスピーカーだとかナビそしてウーハー関係をつけてで、まあ、パネルをどっか一箇所でも塗り始めると多分あのドアパネルあったじゃないですか、ドアパネルの周りっていうのあの辺をねアイボリーにしたいんだって。そこちょっと一回塗ってみて、それでからじゃないと、まあ、イメージは多分つかないと思うから、どっか一箇所塗るか生地を貼るかパネルの、ね、生地を貼るかとかその辺やっぱりどっかしら一個進めないと多分イメージって湧きにくいんだよね。車ってさ最初ってもう本当にまあ真っさらだからさ、だからちょっと今一旦あの補給類だね、この辺のナビとかスピーカーをやって、こいつをじゃあ仕上げようさ、うん、ここどういう風にするのか分からんけど、こいつをまあ仕上げてでからだな、それからにしよう、うん、そうすればまた決まり始めるよってことで、まあなかなか決まらんもんだね、まあ、車ってそうだからさ、次回はこいつやっていこう、こいつこいつ500円で買ったやつ、次回も楽しみにしておいてください。バイバイする、バイバイする、はい、メゴンこっちゃん。